サードウィークで、ね、前回の動画で、ね、アップしたんですけど、昨日ね、ニューモードの通りにラブサーブさんに行ってきまして、で昨日ね、続きなんですけど、こちら、サップドライバーのブラックシープ、これで、ね、昨日ね、ゲットして、早速ね、夕方乗って、波はね、本当悪かったんですけど、そんな中でもね、ありえんぐらいね、なんてやろ、動画でも自分で見て勉強したんですけど、いや、思った以上にスピード出とるし、テイクオフも速いし、波に即座に反応できとるなと思って、動画見て改めて、いやマジでいいなと、いい感じやなと思って、だから普通にね、綺麗な波で乗ったら結構これは試合で使えるなって思えるサーフボードって本当限られとるんですけど、これはね、小波、膝を一番下の波から、一番小波から腰腹ぐらいまではこれいけるなと思いましたね。いやー、やっぱさすがね、サップドライバー人気あるだけあります、はい、でさらにブラックシープでね、こんな感じの表カーボンスタイルなんで、進化中の進化ですよ。今日波はね、風は少ないから面がいいのでね、いい波乗れれば良さそうだけど、今日のコンディションはね、無風で、今日のコンディション無風ではないですよ。風は吹いてるけど、いつもより弱いと思う。はい、行きました。波はね、こんな感じで腰ぐらいなんです。腰前後、まあただね、風はいつもよりちょっと弱いので、やっと弱まって、ずっと強風だったので、まあだから乗りやすそうな波なんですけど、潮がどうなのかな。現時点で潮がね、ああやっぱり潮がちょっと多いです。今から引いてきますから、良くなる可能性高いですね。でちょっと割れづらい感じで、まあでもこれ時間帯によっては期待できると思うんですけど、これから風が強くなるのでね、多分早い時間、今からちょっとですね、それか満潮になる朝一が良かったのかも。6時ぐらいから入ればね、多分潮上げ込みでね、風も少なくて最高だった。今もう9時半ですからね。潮も満潮になって今から引くとこですから、行きます。レフト、ワンターン。と前に。行きます。レフト方面。ワンターン入れて、もう一発入るか。もう一発入った前にスピードつけて、ワンターンカーブ入れて、もう一発入って、最後前に出る。いきますね。スピードつけてライト方面、レフト行って、ワンターン入って、早いなやっぱり。なんか軽いのに前トップが崩れちゃうんですよね。行きましたよ。ライト方面でワンターンして、もう一発入るか。もう一発前に出る。なんとか2発入りましたね。はい、というわけでね、本日朝セッション、こちらサップドライバーでやってきましたけど、いやー、やっぱね、波のパワーなくてもめっちゃ調子良かったですね。マジで毎回ね、全部のサーボード本当にいいサーボードばっかなんですけど、特にその中でも2ランクぐらい上で調子いいなと思いましたね。まあ自分の好みっていう部分もあるんですよね。こう太小さい板、なんていうのかな、まあ自分の好みっていうのもあるんですよね。こう短くて浮力がある板で、こうスピーディーにスピード止まらずにフローで抜けていく感じで、爆発するところはターンでしっかりとターンするところとか、すごい自分の、ね、好きなライディングができるサーボードなんで、好みもあると思うんですけど、でもこのサーボード嫌いな人マジでおらんと思うんですよね。だから何でもできるから、マジで普通に立って前に滑るだけでもいいし、ターンもできるし、あとはまあオールラウンドといったらね違いますけど、そのでかい波は無理やけど、本当膝ももから腰腹ぐらいまでの間ですけど、まあ、でもね、日本の小波とかは
日本の鏡というか、マジで日本の波はそういう波ばっかなんで、ちょうどいいと思います。はい、これはオーダーする価値あると思うんやけど、まあ、ただね、若干高い。いくらぐらいするんですか？24、5万なんだろうね。24、5万。既製品だったらさ、やっぱ得で、オーダーすると若干高いしね。そうですね、そのオーダーすると激高ですけど、自分のね、好みのカラーやったりサイズやったり合わせれるからいいんやけど、まあでももうすぐね、限定発売でこのサップドライバーが既製品で多分20万ぐらいで、オーダーより若干安めで多分数本限定で公開されるんで、それ多分ね、ラブサーフの西井さんの YouTube とかホームページとかでアップされると思うんで、そちらね、待つしかないと思うんやけど、でも本当こういう今日みたいな波で、パワーない波で、形はね、たまに良かったんですけど、本当ターンしたら、普通ターンしたら、なんていうの、次のセクション行くためにこう、よいしょって行かなかったけど、ターンしたら逆に加速するんですよ。本当に車でいうトップでカーブ中にアクセル踏んどるみたいに、すごいウォーンっていく感じがするんで、それがね、多分自分の中で好きな板の理由かなと思いましたね。まあそんな感じで、ちょっとね、久々にこれから JF さんでも行ってランチでもしましょう。はい、行きましょう。お疲れ様というわけで、本日はですね、前回の大炎上編からの初サーフィンということで、昨日ね、せっかく、おとといの動画でせっかくね、世界初のボードゲットしたじゃないですか。はい、だからせっかくやからやろうぜということでやりましょうか。はい、ちょっとね、不安はあるんですけど、しかも波がね、これ頭半ぐらいになってきてましたね。頭半どこがどこが波こんな感じなんですけど、でもどう、腹胸ぐらい、まあ、腹胸ぐらいかな、腹胸ぐらいはありますよ。ちょっとサーフボード見せてよ、まあ、はい、パドルが心配でね。はい、今日使用するサーフボードはもうもちろんこれ。はい、じゃじゃーん。日本では初じゃないですか。多分初やんな、これ。ブラックシープのスムースオペレーター、しかも6ホードちょっと短めにしてね。はい、いやいいっすね、こちらね、ブラックシープカスタムオーダーですからね。フルオーダー、これいくらでしたっけ。これ31万ぐらいじゃない、全部オーダー代も全部入れて、色も、はい、色も後ろベージュにしてね。これ黄ばんどるわけではないですか。いや、黄ばんどるわけではない、もう新品ですからね。ここに名前オトンって書いてありますから。はい、これ安くしっかり、はい、間違いなく本物ですよ、やらせじゃないですよ。完璧やん。ワックスかけてね、ちょっと行きますか。いや、さっさとワックス塗ってください。はい、今回の弟、なんかサーフィンの目標とかあるんですか。いや、もうとりあえずパドルがもう心配だから、でも乗っちゃったらこっちのもんでね、もうビッグツーターンぐらいはピャンピャンぐらいはね。いちいちそのさ、ツーターンと言えばいいところさ、あえてビッグってつけるんですか。ビッグつける。いや、ビッグじゃなくてチョロツーターンだったら誰でもできるでしょ。福井くんでもできるんじゃないですか。そうですね、やっぱ福井くんの上行きたいから。最近の噂によると福井くんより上手いらしいですね。いや、当たり前じゃないですか、2、3ヶ月海入ってないけどね。まあスノーボードも福井くん超えたよ。超えましたね。はい、もうこれでまた怒られるんだけどね。いいね、これね、最高な瞬間数、新しい板にワックス塗れて。そうで、しかもこれさ、なんかベースだから塗れとか言ってるけど、これこの感じベースじゃないよ、多分適当に塗ったでしょ。もういいか、じゃあそんな感じで着替えていきましょうか。はい、着替えましょう。来ましたよ、僕のサーフィン仲間。おるんすか、そんなの。いや、いるんすよ、これ日本に2人。2人、あ、僕合わせて3人のチームで、今日の人1人目として、2人目は誰なんですか。2人目は、2人ともね、これ有名人のお父さんなんですよ。そうですね。で、今日来てくれとる人は、あの超有名なおっぱっぴーのお父さん。小島よしおっすか。あ、間違えた、
チュッパッピーだ、はい、チュッパッピーの今日お父さんでね、はい、でもう一人の友達があの世界の川みのりプロのお父さんゆういちくんね。唯一2人しかいません、僕の友達は。来ましたよ。来ました。唯一僕のサーフィン友達で、紹介お疲れ様です。めっちゃ久々じゃないですか、ね、さあ この手握る感じ友達っぽいでしょ。だいぶ友達だよ ね結構付き合い長い友達ですよね。いやもう相当長いですよね。十何年行っとるよね。行ってますね。おはようございます。おはようございます。そうだろう、2人とも痩せたんだよ。そうなんです。結構おデブだったよ。はい、ビデオばっか撮ってる時はだいぶ最高何キロいった？これ75ぐらいですね。え、俺よりで俺72だもん。マジですか。で今もう60キロぐらい。60、そうですね。すげえな。そうだろ、お父さんほとんど先生みたいなもんやから。そう、俺は師匠だからサーフィンの。ちょっと、皆さん、大丈夫ですか、ゆらゆらしたの。そう、これ今やばそうっすね。これ、新品ですよ。ちょっと、はい、今日は、おとん、はい、そう、せっかく、ちょっと失礼、ちょっと、ツッコミ忘れとるって、あのキャップ見てあ、ほんとだ、またこれ、チャーハン作るようなやつ今日もチャーハン作るやつ。褒めてないっすよね。これ、チャーハン作る移動をかぶるやつでしょ、それそうっすね、ちょっとチャーハンヘッド人民系は、これどうっすか。あ、これおしゃ、これあれじゃん。これあのアイアンマンじゃなくて、アイアンマンで、これはデッドプールっすね。デッドプール、僕の大好きなキャラクターです。ちょっとさ、デッドプールさについて1個だけいい？はい。1めっちゃおもろかったじゃん。はい。で、2、3まであるんだったっけ。3がもうすぐ公開する。2か。これ宣伝しちゃっていいですか。2になってさ、はい、ちょっとやりすぎじゃない？いいの、あれで。いいんです。もうすぐ3公開するんですけど。で、1はさ結構本格的におもろかったけど、2も漫画を超えておるじゃん、はい、いいんですか。いいと思います。もうあのはちゃめちゃ感がたまらない。いいもう見てください、ペガサスに乗っかってますよ。じゃあこれちょっとアイアンマンファンとして一言。デッドプールだから。デッドプールだから。こいつ悪者のくせに、悪者のくせにいいもんなんだよね。そうっすね。そこがまたいいですよ。まあそうなんだよ。ラベンジャーズファンとしてなんか一言ないっすか。もうね、僕はサーファーじゃないです、本当は。はい、はい、A ボーイですね。 A おじさん。なるほど。オタクおじさんって呼んでください。あんま面白くない。意味がわからん。ちょっと久々っすね、やりましょう。いやだけどじゃあさ、波なんて関係ない。あなた、はい、アイアンマンの軍団なんて言うの。アベンジャーズ。アベンジャーズ。アベンジャーズと、じゃあ、あの宇宙行くやつ。なんですか。宇宙、スターウォーズ。スターウォーズどっちが好き。それはもう究極の選択です、僕には。どっち選べません。まあそ、女と金みたいな感じで選べないですか。それより選べるでしょ。すいません、すいません。それより女と金だったら選べるもん。どっち。だって金行く。だって金行ったら女来るから。金イコール全部手に入る。そこあんま振り上げて。生々しいっすね。生々しい。やばい、ワックス塗ろ。やりましょう、うん、久々っすね、本当。これじゃあずっと怪我して今もしとるけど大丈夫なんですか。いやもうしょうがない。指令が出たもんやれ。肩サポーターしてます。ニューファッション。ニューファッションではないですけど。やばいなこれ。やばいですよ。すげえこれ。いいんすか。これまだ通販で騙されたんですか。騙されてない、ちゃんとしたやつ、あのスポーツ用のやつ、買ってますよ。どうすかこれ。いやちょっとびっくりした。それもスノーボード。そう、すごっ。あ、これは怪我じゃないよ。これはやりすぎて筋肉は外れちゃって。肩はアイスバーンにぶつけた。で、骨は痛いんだけど、多分靭帯が取りました。取ってない。自分で判断した。ワイルドだな。大丈夫。ワイルド。なんで、なんで俺にちょっとさ、あの医学勉強したから自分で判断した。そういうこと言うと怒られるんだよ。怒られますよ。怒られるよ。病院に行きましょう。よし、じゃあ俺の次ドライにしよう。ドライの方がいいと思います。どうですか、乗れそうですか。いやー、なんとも言えんけど、ちょっと肩は痛いけど、いや、乗りやすい波ゲットしたら俺乗れると思うんだけどな。ちょっと痛い。いや、立てばいける気がする。ボードがいいから。さあ、というわけで初乗り、まだ乗ってないけど、初漕ぎ、ブラックシープ、ブラスルーソンフェルダー、どうですか。いや、パドルしやすいですよ。いいね。まあ、ただ肩が痛いから、そのタイミングのいい波乗れば行けると思うんですけどね。おお、もういい波来てますよ。もうちょっと奥からのが良くない。サイズはね、腰腹ぐらいかな。いや、胸ありますよこれ。一般的に胸って言うんですよ。なんとかWe'll be right back.
疲れ様です。はい、お疲れ様。サーフ動画は僕の自撮りだけでしたね。いや、あれあくん、俺の追いかけてきてくれたんじゃないの。ちょっとあの、あきら先輩、ちょっとライディング早すぎて、あ、追いつけよ、ね、追いつけなんだ。あらららら。しかし、あー、でも久々に入って大変だった。ちょっとね、あのコンディションひどくて、ちょっとほとんどライディング取れんかったっす。こんなもう、一応3回立ったんだよ。いや、やってましたよね。やってはない、うちは入らんけど3回立っただけ。ちょっとさ、そのボードのレビューはまたさ、ちゃんと乗れた時にレビューしようしよう。そう、これだけど、あれだよ、パドルはしやすいから、こんな風じゃなくて、もっと普通の波だったら絶対乗れる。うん、で、調子いいですよ。フィンもね、こういう感じで。H4。一番好きなやつつけて、バッチリだけど、まあもうちょっと立ってから、体調も直して、風のないリハビリ波でね、またやりましょうよ。気持ちいいサービスでした。エキスパートのアキラ先輩はどんなんでした今日。いやもうね、ちょっとロングボードには正直厳しかったけど、今日はあの安井さんと久々に入れてめっちゃ楽しかったね。本当に長い板ってさ、5000で来るのが分かると追っかけながら乗れるけど、こうやってポコポコ来る温車波は嫌だよね。そうっすね、特に僕は苦手。急に動かなあかんからスピードがつかんじゃん最初の。そうっすね、てか乗れなかった。うん、乗りにくいんだよね、はい、これ本当にそれと思う。スターウォーズ見てればよかった。こういう時はさ、ちょっと短めでポーンって崩れたところに立つのが一番楽だよね。そうですね。まあ今回の波ね、アキラ先輩も乗れんかったから、それは音も乗れませんよ。まあ無理無理、もう本当立っただけで、でも3本立ったからノーライドにマシでね。まあ動画ないかったけど、まあ、またやれば。そうしましょう。また楽しさはね、最高でしたね。はい、最高です。波の落ち着いた時にまた、はい、やれたらいいなと思っております。はい、これアキラ先輩のサーフボード何なんですか。これはもう人からもらったものです、僕は。なんか特にあれですか、はい、なんかその辺に落ちてたとか。もうそれぐらいのレベルですね。でもおしゃれな、ね、イスロなんだっていう。シングルフィンだね。あ、スタビにもでもできるんだね。そうですね。フィンでかっ。シングルだからフィンすごっ、はい、なんかすげえ。ピボット、ピボットいいっすよ。フィンだけはいいっすよ。いいね。またでもちょっとまたやりましょう。そうですね、お願いします。忙しそうだから安井さん。いやいや大丈夫、サーフィンはしてない。暇な時に。いや、これからサーフィンやるから、はい、もうとりあえず体直します。はい、お願いします。元気だな。いや、はい、まあそんな感じで、そんな感じで、ね、はい、また楽しい時に楽しい動画を送りましょう。ファンサーフで、そんな感じで、ありがとうございました。お疲れ様。うーん、どうも忘れたな。というわけでね、今日もですね、アンテン JF さん来たんですけど、JF さんからね、お知らせっていうか情報入りました。何ですか？これいい情報だからさ、今まで年間費を、はい、いくらか4000とか、いくらかちょっと細かいことは聞いてほしいんだけど、あの年間費払わないと1回きりでできなかったんだよ。スケボーね、スケボーの練習がね、あ、スケボーの練習がね、年間費を払わないと1回だけでも1年分の年間費で、やっぱりちょっと1回しか来ん人って、はい、もったいないなと思うじゃん。 それが今年会払わずに今日1回きりで、例えばここで駐車場使ってサーフィン行って昼の休憩でちょっとスケボーしたいなと思うと、1回きりの料金でできるんだよ、年会以外は。しかも手ぶらで来てもカーボーだったらここで試乗できるっていうから、それサブあの他のチャンネルでもちょっと言ったんですけど、だから得だなと思って、これお値打ち情報としてね。ナイス情報ですよ。そうで、今日は頼んだのがジャークチキン。まあもちろんジャークチキンで、ね、これ激うまと、うん、日本一うまいアサイですね、はい、まあそんな感じでいただきできますか。はい、食べましょう。でこれマカロニサラダが僕大好きでね、だからこれ絶対頼むんですよ。箸のもう一回持ち方もね、ちょっとマシになったということで、はい、じゃあ食べていきましょう。